おはようございます。6月10日月曜日の東京インフォメーションです。東京都は東京スタートアップゲートウェイ2024のエントリーを受け付けています。東京スタートアップゲートウェイは、東京から世界を変える若き起業家を生み出すための育成型のビジネスプランコンテストで、400文字のアイデアからエントリーすることができます。対象は今年4月1日現在、15歳以上40歳未満で、応募するビジネスプランにより2026年の末までに都内で実際に起業する意思のある人です。最優秀賞には300万円、優秀賞150万円、ファイナリスト賞30万円が贈られます。参加を希望する人は公式ホームページで来月7日日曜日の午後11時59分までにエントリーしてください。都は6月を蚊の発生防止強化月間として対策に取り組んでいます。都は期間中、蚊の発生防止対策に地域を挙げて取り組むため、たまり水をなくすよう呼びかけるポスターを都内主要駅の構内や公園、区市町村庁舎、都営地下鉄車内などで掲示します。都営バスの各路線ではラッピングバスの運行などを実施します。また蚊の発生防止に関する動画を YouTube や東京動画、都庁舎デジタルサイネージなどで放映します。さらに感染症を媒介する蚊の発生がすぐに把握できるよう、蚊を捕獲しての調査を定期的に行います。患者発生時には感染拡大防止のための検査体制の確保と情報提供を行います。都は東京多摩島しょ暮らし体験ツアーの参加者を募集しています。東京多摩島しょ暮らし体験ツアーは、多摩島しょ地域への移住・定住の促進や関係人口の創出に向けて、地域の生活・文化などの体験や地域住民との交流を行うツアーです。7月と8月の実施は、あきる野市、檜原村、東大和市、奥多摩町、そして三宅村の5つの地域で実施されます。参加費は無料ですが、移住を検討している人で、申し込み前後に行うアンケートに協力することが条件となります。参加を希望する人は、各実施ツアーの締め切り日までに専用フォームからお申し込みください。申し込み多数の場合は抽選になります。都は今度の日曜日の父の日に合わせて、がん検診の大切さを伝える父の日キャンペーンを実施しています。日本人の2人に1人がなると言われているがんは、早期発見・早期治療の場合、がんと診断されてから5年後の生存率が 90% 以上であることが分かっています。早期発見のためには、定期的ながん検診の受診が大切です。父の日キャンペーンは、東京都がん検診啓発キャラクターの
もしかもくんのイラスト付きの検診受診を呼びかけるメッセージカード、およびアニメーション付きメッセージ画像を保健医療局のホームページからメールや SNS で送ることができます。メッセージカードは都庁第一本庁舎1階総合案内コーナーや都内百貨店などの協力企業で配布しています。今日お伝えした内容は番組のホームページにアップしていますのでご活用ください。ここまで東京インフォメーションでした。